はい、それでは、テクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、リブレオフィスが持っている、ウィンドウですとか表示位置のですね、コントロールといいますか、このあたりを使った便利な操作の方法についてご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。どんな機能かというところなんですが、例えば、印刷をする場合ですね、今画面の方に表が一つ作ってあるんですけども、印刷をするときに、この頭のこのヘッダーの部分だけ、固定をしておきたいなんていう場面ってありますよね。2ページ目とかでもそれが出てほしいということですか、ね、そういうことですね。はい、例えばこれを、このようにこんな風にこうページごとに、作っておかなくちゃではなくて、この先頭の部分をどこまでも使っていきたいというふうな時のですね、方法です。でこんな時はですね、書式の印刷範囲でここで編集というところを選択します。そうしますとですね、繰り返す行という部分がありますので、ここでユーザー定義というものを選択をして、でこちらのアイコンからですね、この繰り返しにしたい行ですね、横方向この行を選択しますと。はい、でこんな感じで設定をしますと、印刷プレビューを見ると、とりあえず1ページはこんな感じですね。で次のページに行くと、パッとこのようにですね、ページが変わっても、この見出しを共通のまま表示させ続けることができると、こんなことができるようになってます。結構印刷をするときには結構メジャーに使う機能かなというふうに思うんですけども、そうですね、はいはい、なんかサポート的なところをやっていてもこの質問は多いかなっていう気がするんですけど、どうですかね。かもしれないですね。確かに聞かれたことはありますね。はいはいはい、これは結構メジャーな機能ということで一つ紹介しました。で、もう一つがですね、例えば、似たようなケースになるんですが、一つの表をですね、分割をして、操作をしたいなんていう場合ですね。例えば、やはりここの表の先頭の部分をですね、固定したまま、この編集画面を下の方に移動させたいなんていう場合ですね。でこんな時はですね、こちらを使います。表示の、ウィンドウの分割というものですね。でこちらを使うとこのようにこうつまみが出てきまして、で例えばこれをこの見出しの部分に、設定をすると、はい、そうしますと、スクロールをしたときにですね、このようにこう先頭の部分というか、この敷居を境に、ここだけがこう移動しますので、この部分を固定をしておくことができるという、こんなもんですね。その1行だけだったら今日の固定みたいなやつでもいけるとは思うんですけど、フレキシブルにやろうと思うとですよね。そうですね。で、あとはここで行と列の固定というところを有効にすると、このつまみがですね、さっき厚めに出てたと思うんですが、で、さっきの状態だとマウスでこう移動することができてしまったんですけども、固定をすることでですね、ここがクイック不能になりまして、そうすると、誤操作で、こちらの方がずれてしまうということがなくなるというですね。間違いなくこのような操作ができるという、こんな感じですね。
で、もう、まあ、こちら、こんな機能も結構使う機会は多いのかなというふうに思います。そうですね。はい。で、最後にもう一つご紹介するのがですね、ここですね、ウィンドウの、この、新しいウィンドウという機能ですね。うん。で、これどんなものかと言いますと、一つのファイルをですね、二つのウィンドウで開くことができると。で、これ何に使うんですかという話なんですけど、例えばこんな場合ですね、この今このシートって、タブが二つに分かれてるんですけど、で、二つ目のファイルの方にはこんな風にですね、出席番号と成績という表が作ってあります。で、これをですね、普通例えばこの成績をこちらに転記したいと思った場合に、こういちいちここをタブを操作して、じゃあ出席番号1は20点なので、これをコピーして、でまたタブを操作して、ここに貼り付けるというふうな、このいちいちこうタブを切り替える作業が必要になってしまうんですけども、で、さっきのこの、ウィンドウの分割という機能ですね、新しいウィンドウですね、こちらを使うことで、ウィンドウをですね、例えばこのように同じファイルなんですけども個別のウィンドウとして、表示をしておいて、で片方はシート1、もう片方はシート2というふうに、このように両方同じファイルの個別のシートを個別のウィンドウに表示をしながら作業することができる。Live streaming has stopped. はい、あ、すいません。あ、はいはいはい。はい、これを見ながらこう点数をこのように転記していくことができるというですね。なるほど。はいはい。かなり便利ですね。これなかなか他のオフィスソフトにない機能なんじゃないかなと。あるんですかね。あんまりよく知らないんですけど。まあ、我々そんなに他のオフィスソフト使わないんでね。分からないんですけど。この機能があるっていうこと自体をあんま認識してなかったですっていう。はいはい。まあ、私知る限り Excel にはないような気がしてますね。で、今こちらは、はい、軽くの機能ということで、ご紹介したんですけど、実はこれですね、リブレオフィスのすべての機能で共通になってまして、でライターでも例えば、同じように新しいウィンドウを開いて、うん、でこのように編集をすることができると。なるほど。これもあのページが非常に大きいファイルなんかだと、全く別の場所を表示しながら、参考にしながら文章を作ったりできると。これはかなりいいですね。はい、これなかなかですね、便利です。おすすめの機能ですね。というところで、まあ、こちらのですね、まあ、3つほど機能を紹介してきたんですが、まあ、軽くの方の、まあ、表示位置の固定の機能と、それから、LibreOffice の全体で共通に使えるこのウィンドウ、新しいウィンドウを開くという機能ですね、非常に便利なものになっていますので、こちらぜひ活用していただければと思います。はい、はい、といったところで今回のテクテクリブレオフィスは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。